決勝に進出できるのは、本日は残すところ1チームでございます。果たして2位はどのチームなのか、それでは発表したいと思います。ユニドル2024サマー関東予選1日目第2位で決勝に駒を進めたのは、審査員順位2位、会場観客票順位2位、オンライン観客票順位5位、総合得点349点、早稲田大学プリスマイル。プリスマイルでございます。それではプリスマ前に行っていただきましょう。そして皆さんの皆さん、またプリスマイルですからね、今度私の皆さん渡していただきましょう。じゃあプリスマイル2でございます。素敵なパフォーマンスでございましたので、さあ、はい、OK、OK です。さあ、それではプリスマ2位です。一言コメントいただきたいと思います。喋れますか？喋れるかな？大丈夫？はい、はい、まずは2位での決勝進出ありがとうございます。ありがとう。今回のステージはいろんな別れみたいなのを経験してきた私たちだからこそ、このユニドルっていう大会に出られないというか、大学生を卒業した時にまたこのステージをどうやって振り返るのかなと思って作ったステージでした。すごく綺麗な回転ライトを見せてもらったし、すごくこの新宿レディーでの勝ってここで見られる景色や、そしてこの同期で出られて、この同期6人で出られて、ここに立てていることが本当に嬉しいです。本当に幸せです。でもここはまだスタートラインというか、ここだけを目指してきたわけじゃなくて、決勝で勝つことを目標にしてきたので、まだまだ強くなって、ここにプリスマイルに投票してくださった皆さんも、ここで見ていた皆さんも、あ、やっぱりプリスマイルってすごいなとか、プリスマを作るエンタメパフォーマンスってすごくワクワクするな、素敵だなって思ってもらえるようなものをもっともっと頑張って作っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。おめでとう。ありがとうございました。それではフォトセッションを聞きたいと思います。クリスマスが前に、そしてアイスナイル皆さん、足割りの方々に並んでいただきたいと思います。ボールを真ん中にしてください。クリスマスのさん、はい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 、おめでとうございました。さあ、それでは少しカメラを撮りますね。いきまーす。3、2、1、はい、ちょっとチェックしますんでお待ちください。どうでしょうか？はい、おめでとうございます。第2位は早稲田大学プリスマイルでございました。それではまた皆さん元の位置に戻っていただきましょう。